皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問をいただきました。バンドでリハスタに入る前日、眠れずに夜が明けてしまいます。せっかく練習しても全て台無しになってしまいます。どうしたらいいでしょうか、ということなんですが、これはですね、おそらくやらなければいけないことに対して不安な気持ちがいろいろこうね出てきてしまって、例えばこうスティック落としてしまうんじゃないか、曲が飛んでしまうんじゃないか、人前で恥をかいてしまうんじゃないか、あいつ使えないやつだって思われてしまうんじゃないかとかね、なんかいろんなこう不安が頭の中をよぎってしまって、その不安な気持ちがある状態で本番を迎えて、まあ、結果的になんかこううまくいかないっていうことだと思うんですが、こういう場合はですね、2つのことを意識していただければいいかなと思いますかね。で、まず一つは、心配事の9割のことは現実に起こらないということなんですね。まあ、言ってしまえば取り越し苦労なわけなんですね。例えばこうスティック落としてしまう、曲が飛んでしまう、周りからこう冷ややかな目で見られてしまうとか、いろいろ頭に思い浮かんだとしても、いざ本番が終わるとなんかすごく温かい拍手を迎えてもらったりとか、まあ、実際にスティックを落とさなかったりとか、なんてあんなに不安やと思ってたんやろうって振り返った時に思うことってあるじゃないですか。実際にその頭でこう抱えてる不安っていうのは9割が取り越し苦労なわけなんですね。不安に苛まれてしまった時に、今不安に思ってることは現実には起こらないんだということをね、思っていただければいいかなと思います。まあ、でもそれでも不安な気持ちっていうのは押し寄せてくるんで、それを消す方法としては、書くということですよね。この頭の中に思い浮かんだ、不安なものっていうのを全部紙にね、書き起こしてみてください。で、例えば10個とか20個とか出てきたとして、で、そのままね、本番を迎えて、その中のいくつ本当に起こったかを丸していってみてください。おそらくね、多くて2、3個だと思うんですね、多分ね。だから実際にこう頭で思い描いてるものは起こらないんだっていう認識を自分の中でするっていうことが大切になってきますし、書くということは自分が今不安に思っていることが見える化するので、その物事に対してこれを準備しておいたらいいっていう準備リストになるんですね。不安に苛まれた時はとにかく何が不安なのかっていうのを書いて、準備できることは準備をする、本番はできるだけポジティブな気持ちで、楽しむというね気持ちで、臨んでいけるのがいいのではないかなと思います。二つ目に意識をしていてほしいなと思うことが、人にどう思われるかっていうのはコントロールできないんですね。自分がどう頑張っても、例えば舐められたくないとか、下手やと思われたくないとか、かっこ悪いと思われたくないっていう、そういう誰かが自分に対して思うものっていうのは、こちらからはもうコントロールしようがないんですね。だから自分がどんだけ完璧なものをやっても、批判してくる人は批判してくるし、まあ、自分がいまいちだったなと思っても、いやすごかったよ、素晴らしかったよって言ってくる人もいたりとかするんですね。だから結局こう人にどう思われるかっていうのはコントロールできないので、もう自分なりにベストを尽くすしかないんですよね。自分ができることをもうできるだけ精一杯頑張って、で、できるだけ準備をして、これだけやったからもうあとはもうほんまに楽しむだけやとね。人がどんな反応しようが、まあ、改善できるとかは改善したとしても、人に舐められたくないとか、なんかかっこ悪いと思われたくないとかっていうようなことではなく、まあ、楽しませようという気持ちでね、そのまま挑んで自分ができることをね、精一杯頑張っていけるのがいいのではないかと思うので、心配事や不安の9割は起こらないっていうことと、人にどう思われるかっていうのはコントロールできないっていうことは、意識しておいてもらえるといいかなとは思いますかね。はい、まあ、そんな感じで本日もありがとうございました。さあ